まもなくジャン前2コーナーカーブに差し掛かるところ、7番の高田隼人が少し突っ張り気味に今日は踏んでいます。1番の大中が出させてもらえません。突っ張りました。7番の高田隼人、1番の大中拓磨は4番手に入りました。短期3番の川崎は最後方7番手、ジャンの4コーナーから直線です。今日はジャン前に突っ張った7番の高田隼人、もう一度踏み込んでいきます。1番の大中拓磨、しかし前も合わせていきまして最終周回です。ここは合わせ切ったか。7番の高田隼人、1番の大中は外へ浮いています。4番の岡野純一は切り替えて4番手、2コーナー回ってバックへと入っていきました。先行7番の高田隼人にマーク、2番の黒瀬浩一、5番竹野が3番手、4番手には4番の岡野順一が切り替えて、そのマークは6番の福山耕作、2センター4番手からは4番の岡野、4コーナーから直線です。先頭は7番の高田隼人ながら4番手から差し足、4番の岡野が突き抜けました。お疲れ様でした。正解した。気持ちいいでしょ。お疲れ様でした。完全 V まであと1個です、あと7つ、あと7つ頑張らんとクビになるから。いや、7つね、1つで、あと7つ、まあ、ちょっとね、ルーキーとの初連携ですか。そうですね、まあ、どれだけ の、はい、新人の子がね、どれだけのダッシュタイプなんか、まだ分かんないんで、はい、もう手探りぐらいで、はい、まあ、別戦にね、見事にこう粉砕されて自ら行って。そうですね、もう川崎さんが切り替えてなかったんで、ちょっと早めでもいいから行こうかなと思って。はい、まあ、でもああいう判断、また立て足さすがでした。そうですね、ちょっとバックちょっと余裕があったんで、ちょっと車間上げながら、はい、自分のタイミングでまくり追い込み気味に行こうかなと思いまして。はい、前回の時ね、練習やってきたと。はい、やってきました。はい、そんな感じの、2日間でした。あと一つで。はい、わかりました。頑張ります。はい、わかりました。あれ、高田の勘ですね。だから、はい、中途半端で足使いながら抑えに来たんで、うん、早めだったけど、はい、まあ、作戦にはなかったけど、まあ、足使ってる様子だったんで突っ張ったっていうことですね、高田は。はい、もうただただ高田 の、 読みの良さを自分の足と見て、自分がどこまで残れるかっていうのをしたまでですね。